タミヤ、ポルシェ、935を製作中です。一気にボディを白く塗装しました。この時点で窓枠も黒で塗装しています。表面処理もそこそこに。マルティニストライプのデカールを貼ります。2008年頃再販されたものを作っています。デカールは一応、ぬるま湯につけています。台紙から、スルッと動くくらい浸せば、糊が程よく、決めた位置で止まってくれます。ぬるま湯の中で、デカールだけ浮き上がってくるまで待つのは、巻いてしまったりして危険です。余計な水分を軽く拭き取り、位置合わせをします。ワイパーのモールドを削ってしまった場合のデカールもついていて親切です。思うところありまして、カーナンバーはつけません。このようにしました。個人所有の935のイメージです。サイドのストライプを貼っていきます。ここで合わせてみます。フロントフェンダーにつながるラインは、形を変えてしまったので貼りません。ラインをつなげなければならないので、連続してどんどん貼っていきます。ドアからリアフェンダーは3枚構成です。台紙からスルッと動くまでぬるま湯につけました。ここはダクトに合わせて間違いないでしょう。この上にさらにもう1枚。あまりびちゃびちゃさせると、さっき貼ったデカールも動いてしまうので、手早くボディ面に伸ばします。ダクト周りで合わせて。後ろ側は、水分を完全に拭き取らず、成り行きにしておきます。折れ曲がったりくるっと巻いてしまっても、慌てず慎重に伸ばします。焦ったり、急いでしまうと、ってなってしまいます。
2色のブルーのラインをしっかり合わせていきます。ダクト周りが合えば、ある程度水分を綿棒で吸い取ります。後ろのデカールも伸ばしていきます。自然と太い赤の部分が合いました。設計がしっかりしてます。タミヤのデカールは硬すぎず、破れにくく、とても貼りやすいです。気づけば、さっき合わせた位置がずれてました。知らないうちに指で触ったりしてずれたんでしょう。ここの三角のデカールもちゃんと用意されていました。反対側も貼っていきます。同じ位置に来るように。最後に後ろでつながるようです。後ろは3枚のデカールで構成されていました。なかなか完璧につなげるのは難しいかもしれませんが、デカールのサイズはしっかり設計されてますね。マルティニストライプを貼り終わりました。正義の味方感が出てきました。他のマークも貼りました。青島のタイヤはダンロップじゃないけど。少しタッチアップも必要です。急いで塗ってしまった窓枠も含めて。ウイングも忘れずに。後から接着します。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン。コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。